明日告示される参議院議員大分選挙区の補欠選挙を前に立候補届出のリハーサルがありました。県選挙管理委員会の職員15人がリハーサルに臨み、順番を決めるくじを引いたり、書類に不備がないかなど届出がスムーズに進むよう声を出しながら確認していました。現職の辞職に伴う参議院議員大分選挙区の補欠選挙には、これまでに自民党の新人と立憲民主党の前職が出馬を表明していて、この2人による一騎打ちの公算が大きくなっています。立候補の受付は明日午前8時半から午後5時までで、投票は統一地方選の後半戦と同じ今月23日です。